よよっすよっすす <laughs> ナノフラワーでございますフリートークということでえー、っと2週間前もねあのー、固定の画像をまあ動画に移してまあ喋ってるだけっていう現状をお話しする動画をあのー、お届けしたと思うんですがそれの続きです。えー、っと2週間経って でお話ししたいことが少し増えたのでそれのの話をしようと思いますこの2週間何をやっていたかと言いますと実は先週先々週13日の週から24日まで、えー、と高校に教育実習数学の教員としての教育実習に行ってあの高校生相手に数学を教えておりました。 とねそれで結構ねバタ,バタ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 しててあのー、音ゲーもねあのー、最初のね1314あたりはメテウスとかねあのダイナミクスのメテウスとかファイナルダッシュとかねあげてたんですそっから本当に暇がなくて寝る間も惜しんで書類作って寝るのか夜3時で起きるの6時とかねなんかねそんな生活 <laughs> しててまだちょっとあのー。 苦しかったりすするんですけどね寝、ね、不足的な意味でね。えっとそんな感じでおりました。で前回の動画で、あのー、なんだっけそうそうそう就活が終わって、あのー、暇になりますよみたいなお話をしたと思うんですけれども、あのーまあ、就活が終わったのが6月の99だか8だかに終わってでそこから数日後に教育実習始まってしまったので、えっと、結論から言うとやっと。 6月終わってやっと終わってないけどね終わりそうになってやっとやっと本当に時間が取れるようになりましたえー、とやらなきゃいけないことが週1回えー、っと3時間のゼミ大学でのゼミと大学は本当にそれだけであとはバイト、まあ、バイトも結構重かったりはするんですけどそれ以外はあのー、基本フリーなので何か新しいことを始めたり するる大きなな時間が取れるようになりましたはいで、えっ、ー、と、皆さんにお話ししておきたい、あの、これからの願望みたいなことをね、4つ ?5 つ ?4 つぐらいお話ししておきます。えっ、ー、と、まずは音芸の話ですね。音芸は、まあ、前回の動画でもお話しした通りで、そのまま、 えっと心変わりというか何か変更、頭自分の心の中でね変わったことはありません。指とは、まあ、本腰入れてやらないよこと。で、iPad の音ゲー、d ダイナミックス d もサイタスボイ t あとは、そのくらいかな。えっと、ぐらいはまあいつも通りやっていこうかなという感じです。えっと とまあ、ちょっと詳しい話をするとダイナミックスをこれから多分動画としては上げていくつもりですランクがねえっとまあ200が今マックスなんですけど160まで来ましてクリエイター S っていう曲以降の曲はまだ解禁できてないですえっとでまあまああのー、理論中目は進んでて多分この後の これ撮った後、ね、このあ、えっとに、今回14、レベル最大、一番高いレベル14が2曲あるんですけど、その片割れ、えっと、ダンスドローマに、まあ、14と5つ、13、14とは言えないなみたいな譜面が1個あるんですけど、それの動画を撮ろうかなと考えています。あの今回もう一方のヘミスフィアの方ですね、あちらが、あのー、他の14、えっと、オラクルとか、クラックスって読うものかなあれとかね。 あのあれよりも譜面見た感じ数倍数十倍難しいので正直潰せるかどうか不安だったりしますがまあそちらに向けて頑張ろうかなと D もサイタスもまあぼちぼちやっていこうかなボイスもねえー、っとやってこうかなという感じです音ゲーがそれで次は皆さんに関わる話からの方がいいですかねえー、っと YouTube の方でえー、っとね一週2週間前かな YouTube ライブ という YouTube 上でできる生放送をテスト放送したのを皆さん覚えてますでしょうかえっ、ー、と動画として1時間超えぐらいの動画が一つ残っているんですけどそちらがえっと生放送したものですでえっとテストした時にまあ問題点が皆さんもちょっとあの不快な思いをさせてしまったと思われる2つの点がえっと1つはあの通信速度が遅すぎてあのブチ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  あとは、えー、とカメラのフォーカスが、えー、と動画撮影中もオートフォーカスになっていて手が動くたびにグワングワンあれですねあの画面が揺れていたというあの2つが問題として挙げられていて今後どうしようかなという考えておりますまあ時間もありますしあの反応も あれいつだだだったっっっっったたたけけ土曜曜日日金の100人以上の方が一度に見られたので反応はすごくいいなぁと思ってましてあの時間の許す限りやろうかなぁという感じなんですけれどもえっとその2つの点に関してはあのまず1つあのフォーカスに関してなんですけどもあれスマートスマートフォンで 撮影していたんですけど、家にあのもう一個ウェブカメラがあるんですよ。あんまり使ったことがないんですけど、それを使ってパソコンから配信したら治るかなぁと少し考えてます。まあ、画質はあまりよろしくないんですけど、で画質の話で、えっと、次に繋がってて、えっとね、あのー、そう、通信速度が足らないっていう件に関しては、YouTubeLive の方で解像度っていうのかな、画質、 のの設定を落としてうちポンコツ Wi-Fi の速度、まあ、自分の家庭なのでもうそこはどうしようもないんですけれどもそれでも、あのー、安定するぐらい低画質に設定できるのならば設定しようかな、まあ、多分ツイキャスぐらいの画質になるんですが、まあ、そのぐらいできるんだっ たらまあ続けてできるかなという感じですでもうどうしようもないんだったらツイキャスで、まあ、ツイッターを使った生放送配信の方にしようかなという感じで考えています。それが2つ。3つ目、えっ、ー、とね、何から話そうかな。3つ目、ああ、そうそう、楽器の話。楽器の話で。 あのベースかドラムやりたいなっていう話をさらっとしたとさらっとかなしたと思うんですけどえっ、ー、とベースかドラムやめてギターを始めようということに決めましたなんでかっていうとまあ私の始める目的として作曲がしたいなと思ってたんですよ作曲するにあたり、まあ、基本の音楽の知識をつけようとあとは家でも練習できる あの一,人でね、一人で練習できるぐらいの楽器がいいなと考えた時にあの有識者に相談したところあのそれだったら絶対ギターの方がいいよって家で一人で練習しても様になるしベースは和音弾けないけどギターは和音弾けるしみたいなそんな感じのことを言われて、まあ、皆さんから言われたのでじゃあギターにしようかなと。ということでギターを、まあ、そのうち。 初心者向け、超初心者向けのやつを買って練習しようかなと考えています。何かあのアドバイスがあれば、こちらのコメントの方によろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。えー、っと、あと2点ぐらい。えっと、一部の方から、あのー、ののさんの、ナノフラワーさんの動画、あのー、楽しみにしてる中で一番楽しみにしてるの、アイワナなんですけど、みたいな。 そういうような話をたまーにいただくんですけど、あの、合わな途中で1月去年、今年だ。今年の正月あたりから全然更新してないと思うんですけど、えっ、ー、と、今の現状としては、4回目の動画を上げた後、5回目の動画は実は撮影したんですよっていう話はしたっけしてないっけまあいいや、えっ、ー、と、それで、編集がめんどくさくなって放置されております。 で、えっ、ー、と、その時の気持ちとか心情とか何も覚えてなくて、多分その時の動画を編集するのは大変なので、カラーに関しては、そこで中断かなと思います。えっ、ー、と、もしやるとしても、新しい合間の引っ張り出してきて、やるかなと思います。それこそ生放送でやってもいいですしね。生放送でやったら編集いらないし、編集が大変なんですよ、本当に。 30分の動画作るのに2時間3時間編集してたりするんで <laughs> ねえそれは大変なのでうんそれが4点目最後あの少しねさっきバイト中に考えたんですけどふと考えてたんですけどあのまあ指糸の解説動画っていうのを結構上げてたりするじゃないですかまあ今も上げてたりするんですけどあのまあ解説を まあ分からない人にするのが割と得意なのかなという感じがしてましてせっかく YouTube やるならね、あのー、得意なことを皆さんに提供できたらいいなというのを思っておりますで今少し考えている、まあ、全然固まってないんですけどやるかどうかも、あのー、需要が全くなかったらやる必要ないですしっていうのを、まあ、全然考えてる途中なんですけどもあのー、私あのー 音ゲーと並んで数学まあ私の2大得意分野だったりするんですけれども数学に関しての知識を皆さんに提供できたらいいなということで本当に路線が全然変わってしまうんですけど数学の解説みたいなのね「ナノフラワーのパーフェクト算数教室」算数じゃないね数学だね。 みたいなねあのー、動画とかをねちょこっと考えてます。まあそれで新たなあの視聴者さんが増えたらんまあ、自分としても嬉しいですしその自分のことが生かせてるのでまあ皆さんのなんだろうこう皆さんの、まあ、期待に応えられるテレビまあみ うとね、言葉はまとまんないな、まあとり。とりあえずね。まあ皆さんのためにも僕のためにもなるかなというそんな感じで思っております。まあわかんないけどね。さすがにそんな真面目な、まあ面白く撮ろうと思ってますがせっかくだったらね、あの数学って本当に面白いんだよっていうことをね、あのお伝えしたいなということを思ってまして。まあ題材だとか方法だとか。 あとは、需要があるかどうかなど、えっと、確認次第、ちょっとやってみようかなという気にはなっています。以上かな、5点。えー、っと、現状と、これからやりたいことのお話でした。で、えー、っと、この後、すぐ、えー、っと、前回の動画にもらったコメントであったり、Twitter からもらったコメント、あの、コメントあの、質問ですね。 に対してえっと答えるよっていう動画を撮影しようと思っております。そちらの方も時間がありあのありましたらあのー、見てください。ではまず一まずねご視聴ありがとうございましたということでえっと今後の活躍ですねあの今後ともよろしくお願いします。ナノフラワーでした。ではでは。